道路で除雪作業中の陶器作業車両は走り市内を除雪する北海道開発局のクオン除雪車陶器作業車両または除雪車とは道路や空港などで雪や氷の除去作業を行うための車両を有う通常はダンプカーや専用のオード車種をベースとし特別に設計された除雪装備を有しているが舗装済み歩道や 未舗装歩道や自転車道向けの車両では、より小型の車両を投入している。温帯や艦隊に属する地域では、陶器の安全運転確保のため、多くの道路保守当局や建設業者が、複数の陶器作業車両を保有して、道路の除雪や除氷を行っている。空港では、安全なり着陸を確保するため、 航空機の空気力学に干渉する可能性のある雪や氷を機体表面や滑走路や誘導路から取り除く目的で使用される。最初期の陶器作業車両はソリのために路面を円滑に維持する目的で設計されたスノーローラーであると言われている。ただし馬に引かせたスノープラウやグリッドサンプ車は早くも1862年には使われていた。 20世紀初頭のモータリゼーションと航空機利用の普及により大型の発動機付き投機作業車両が開発され今日に至っている。19世紀ドイツの生活の歴史再現で公開された馬に引かせていた初期のスノープラウ除雪作業の歴史は少なくとも中世にまで遡るが初期の試みは歩道や車道から雪を取り除くために単にシャベルや砲機を使う。 というものであった。モータリゼーション以前、積雪はそれほど問題視されていなかった。田舎の未舗装の道路はデコボコであり、多くの場合通行を困難にしたが、雪や氷がその表面を円滑にした。ほとんどの農家が、通常の四輪車の代わりにソリを使い、木材のような重い材料を楽に運搬することが、できた。アメリカ合衆国を呼び、 カナダの北部地方の初期のコミュニティは、道を覆っている雪を圧縮するために、動物に引かせた、スノーローラーを使っていた。今日でいう圧雪車の走りといえるそれらの車両によって、雪を圧縮することにより雪の寿命を伸ばし、ソリの運行を容易にした。橋のような露出した箇所でもソリが通過できるように、それらの場所に雪を敷き固めるための管理者を雇う、コミュニティさえもあった。 ところが、舗装の普及と都市の発展に伴い、雪を敷き固めることは、車両や歩行者のスリップ事故を誘発するため、次第に好まれなくなった。除雪車両に関する最古の特許は1840年に、遡るが、その特許物が実際に使用されたという記録は1862年まで、見られない。その年は、ウィスコンシン州のミルウォーキー市が、 スノープラウを装着したニウマ社の運用を始めた年である。馬が引くスノープラウは急速に他の都市特に豪雪地域に広まっていった。1955年から使用されているウニモグ噴射式除雪車最初の発動機付きスノープラウはトラックとトラクターの車体をベースとして1913年に開発された。結果として除雪作業が機械化され、 除雪にかかる労力が削減され、除雪速度と効率が向上した。航空産業の発展もまた、20世紀初期の冬季作業車両開発のための契機となった。わずかな雪や氷の浮遊でさえ航空機事故を引き起こす可能性があるため、空港では吹き溜まりをなくすための大きなフェンスが、離着陸場の周囲に建てられ、 悪天工事でも滑走路をクリアに保つための車両群の配置が始まった。自動車が普及するにつれ、雪かきだけでは道路の除雪や除氷には不十分だということが知られてきた。このため、融雪速度を加速するために凍結防止剤を使用する融雪剤散布車が開発された。融雪剤散布の試みは、初期の頃には使用した塩が錆を招き、 橋梁のような金属構造物や歩行者の靴に損傷を与えたために反発を招いた。ところが、交通事故の増加に伴い反発は沈静化し、1920年代末までに、米国の多くの都市が道路をクリアにし、安全性を高めるために塩と砂を使うようになった。1960年代から1970年代に、 かけての環境意識の高まりによって、融雪剤散布はその環境へ与える影響のために再度批判の対象となり、代替上氷剤とより効果的な散布システムが開発されることとなった。当期作業車両のキャブ。スノープラウ、琥珀色のライトバー、逆反射体が見える。当期作業車両は、通常、ダンプカーや専用のオード車種をベースとし、輸送機メーカー。 または、サードパーティーによって、当機作業車両に仕立て上げられる。典型的な改造には、車両の鋼鉄部品の耐腐食性のあるアルミニウム、または、ガラス繊維への取り替え、露出している、電子機器の耐水性向上、二台を融雪剤散布用の無害ボディへの乾燥、プラウフレームの取り付け、重いプラウフレームに耐えうるための強化アクセルと強化。 フロントバンパーの装着及び高荷重対応のワイドタイヤへの換装、認知性向上のための特殊な前照灯、作業灯、逆反射体の追加灯が施される。その他の一般的な改造としては、ストックタイヤのレインタイヤ、またはマッドレインタイヤへの取り替え、機動性向上のためのホイールベースの短縮などが挙げられる。しかし歩道や歩行者天国向けに設計された、 陶器作業車両は小型の車台をベースとすることが多い。それら小型車両の除雪アタッチメントは多用途に使用できるように清掃車、芝刈り機、クレーンのようなアタッチメントと互換性を有し、該当アタッチメントを季節や場合によって蓄次取り替えることによって建設業者や地方自治体が所有する車両数を削減することができる。現代の陶器作業車両は 天気予報情報と接続された GPS を使用している車両も存在する。これにより運転手は作業に最も適切な地域を選ぶことができ、融雪剤が洗い流される恐れのある降雨、予想地域を回避することができる。しかし、2012年現在においても GPS に頼らない昔ながらの地図や出発前の打ち合わせによる除雪作業も盛んである。 ほとんどの陶器作業車両は車輪式でありタイヤチェーンやスタッドレスタイヤが装着されたりするが一部には無限軌道を持つものも存在する無限軌道式の車両は車輪式の車両よりも積雪に強いがその反面最高速度が低く軌道性や現場への到着時間において車輪式の車両に大きく見劣りすると言わざるを得ない無限軌道を持つ 行動外登記作業車は、雪上車と呼ばれる。雪上車は、一般的に除雪や圧雪に向き、スキー場のゲレンデを円滑に保ち、スノーモービルが走れる状態にするために使用されるが、チェアリフトの代わりとして使用されることもある。アメリカ陸軍第27工平大隊のスノープラウツキファンビー軍用の登記作業車両は、 重装甲や上長性を持たせる改造を施される。これは戦闘地帯、特に局地戦や山岳戦で使用されるためで、装甲ブルドーザーあるいは各国軍の主力車両をベースとすることが多い。コソボ紛争の際は中央ヨーロッパで国際連合、クファーやアメリカ陸軍がハンビーをベースとした軍用投機作業車両を使用した。また冷戦中においては、 イギリス海兵隊とイギリス王立通信隊は、NATO とソビエト連邦との境界を警備するために、ノルウェーに多数の無限機動付き軍用車を配備した。我が国を含むほとんどの国では、陶器作業車両に、琥珀色の作業塔が取り付けられている。これは、一般的に制限速度以下で作業中であること。 複数レーンにまたがって作業していること、融雪剤の散布中であること、などの通常の車両と異なる運用パターンであることを、周囲に周知させるために点灯するものである。作業灯の色は、琥珀色、または、オレンジ色である場合が多いが、カナダ・オンタリオ州のようないくつかの地域では、アメリカ合衆国などの緊急車両と同じ青色の点滅パターンの作業灯を使用している。 除雪車の多くはホワイトアウト状態でより鮮明に見えるように車両をコントラストの高いオレンジ色または黄色に塗装している。ミシガン湖近くにある塩貯蔵庫。融雪剤を貯蔵するために使われるが、陶器の悪天工事は融雪剤散布車の運転手の居住空間としても使用される。冬季作業車両は 政府当局や地方自治体及び委託を受けた民間の下請け業者のいずれかによって運用される。定期的な降設のある地域での公共事業では、通常、運用者自身が車両を保有するか、あるいは、当期期間中の車両の優先使用のために契約者に対して保証金を支払っている。一方、雪があまり降らない地域の自治体では、単純に必要に応じて、 それらの車両をリースによって賄う。イギリスにおいては、当期作業車両に着色燃料の使用が認められており、イギリス国内では唯一着色燃料の使用が認められた車両となっている。世界各国においては、当期作業車両は、道路網維持及び同時間の短縮のために、高速道路を使用することが多いが、それには、特別税を支払う必要があるために、 民間建設業者の行動での除雪実施を消極的にさせている。アメリカ合衆国の冬季作業車両の運転手はクラス A またはクラス B の商用運転免許証を所持しなければならない。一方、ミネソタ州のように冬季作業車両の運転手に対する特別な訓練を 義務付けずに運転を許可している州政府当局も存在するが、ほとんどの州政府当局や地方自治体は、当該車両の運転手に、効果的かつ安全な除雪方法の講習を実施している。講習においては、経験豊富な運転手の同乗での運転を受講者に求め、またドライビングシミュレーターを運営している当局も存在する。他の地域では、 当局や自治体の委託を受けた者や関連する業者の全員に例外なく追加免許、または認証を求めている。例えばイギリスの高速道路局は局員全員がシティギルズ協会の認証及び追加登記保守免許の取得の両方を求めている。日本においては当該車両を運転可能な免許証と当該車両の作業免許。 および除雪作業講習会受講渉が必要である。除雪作業講習会受講渉は当該年度の未有効であり、毎年の受講を促すとともに無資格者の運行を阻止する狙いがある。ドイツの道路保守倉庫にある、塩水タンク投機作業車両の運転手は通常非常勤である。天候が荒れる前や最中にのみ12から16時間シフトで働く。 一般的に主要道路では道路網の崩壊を防ぐためにあらかじめ融雪剤が散布される。このため運転手が定期的に融雪剤を入手することができるように使用。貯蔵庫が路肩や除雪機地金棒に配置されている。また道路保守倉庫には運転手が悪天候時のシフトの間で利用するための簡易宿泊設備が備えられている。通常、天候は 緯度や高度によって激しく変動する。熱帯地域では、低地では、雪が少なくても、山岳地域が激しい降雪に見舞われるということがまま、ある。このような状況では、雪道の経験が少ない運転手による事故の発生率を増加させる。高度の高い地域では、霜の影響で、路面温度が急速に低下するので、山道の交通の安全を保つために、 特に降雪機の始まりと終わりに融雪剤散布と除雪作業の需要が高まる。峠越えの危険な道において、除雪車には多量の融雪剤を搭載した、高 g v w の車体を安全に途半させられる、性能が要求される。途半に必要な十分な力を得るため、それらの除雪車には、一般的なトラックよりも、高トルクで高出力のディーゼルエンジンと、 トルコン式 AT を有することが多い。また山道には激しいつづら折れが存在することが多い。ため、山岳地向けの除雪車は、全長が短く、通常のトラックよりも、短尺の車子に二軸の 4X4 か、あと二軸の 6X4 あるいは 6X6 という、構成であることが多い。場所や、事業者の選択によっては、スノープラウ式ではなく、ロータリー式や、 ホイールローダーを使用することもある。アメリカン航空の MD-80 を除氷中の除氷車除氷車は着氷した航空機の機体や滑走路に向けて加熱済み除氷理剤を噴霧する。除氷理剤にはプロピレングリコールまたはエチレングリコールが使われることが多い。それらは航空機が地上に中期する間に発生する機体への着氷を防止する。 氷は、翼の表面を荒くし、翼による揚力を減少させ、効力を増加させる。また氷は、航空機の重量を増し、バランスに影響を与えこともある。航空機上氷車は通常大きなタンクローリーを持ち、濃縮された除氷剤と周囲の気温に応じて除氷剤を薄めるための水が蓄えられている。また、通常除氷車は、 高所作業車用クレーンも持っていて、少ない回数で航空機全体に除氷剤を噴霧することができる。例えばボーイング737の場合、1台の除、氷車で10分以内に機体全体を処理することができる。道路建設業者の中には、除氷車を除雪剤散布車の代わりに使うところもある。塩水をタンクで運び、路面に散布する。塩水は、 固体の塩よりも早く反応し、踏みつぶして圧縮する必要もない。また、同じ長さの道を処理するのにより少量の塩しか必要としないため、塩水はより環境に優しい。空港の滑走路の除氷では、長い噴霧アームに取り付けられた噴霧器も使用される。これらのアームは滑走路の横幅全体をカバー、できるように十分長く、一回の行き来で滑走路の 完全な除光利を行うことができ、滑走路の利用不能時間を短縮することができる。ドイツの融雪剤散布車のホッパーと回転バネ融雪剤散布車は、塩散布車あるいは塩トラックとも呼ばれ、冬季作業車両としてよく使用されている。実際、グリッターという用語は、冬季作業車両と同義で使用されることがある。融雪剤散布車は、 砂と岩塩を混合した融雪剤を路上に散布するために使用される。融雪剤は車両後部の大きなホッパーに貯蔵され、散布機構に外部の物体が入り込んでなじらないように、上部はワイヤーの網で覆われている。透過された融雪剤は液圧システムによって小さなオンボードエンジンに取り付けられている。回転バネによって路上に広く散布される。 しかし1970年代まではトラックの後部に乗った男性がシャベルを使って手動で融雪剤を散布することが多かった。また古い散布機構の中には融雪剤を手動でホッパーから回転バネに供給する必要があるものもあった。融雪剤に含まれる塩は凝固点効果によって氷の融点を下げる。これにより氷をより低い気温で溶かして 道端に除去する。融雪剤に含まれる砂は、タイヤと道路の間の摩擦を増大させて、牽引力を向上させる。散布される塩の量は、道路の状態により、様々である。路面の凍結防止の場合、1平方メートルあたり、約10グラムの塩を散布するが、軽度の積雪を融雪する場合は、1平方メートルあたり40グラムの塩が必要となる。 なお砂の量とは無関係である。融雪剤は路面への粘着性を向上させる目的で糖蜜と混合される場合がある。しかし甘い糖蜜に刺激された家畜が道路を舐めることがよく起きる。融雪剤がノズルを通る際に加熱する場合があるが、これは氷の融解を促進し、また塩の溶解性も改善する。性な中では融雪剤散布は適さないと。 考えられているため、代わりにグリッド瓶と呼ばれる融雪剤貯蔵箱がよく利用される。そこには融雪剤として、塩と砂の混合物が貯蔵されていて、運転手や歩行者が自分でシャベルを使い路上に散布する。冬季作業車両としての融雪剤散布車は、滑走路の凍結防止のため、空港でも使用される。しかし、通常道路の除雪に利用される塩は、 航空機の機体に損傷を与え、精密な運航機器に悪影響を及ぼしてしまう。このため空港の融雪剤散布車は、それらの代わりに航空機や、空港設備を腐食しない酢酸,酸カリウム、または尿素を滑走路に散布する。融雪散布車から手動で塩の散布を行っている、溶接材料融雪剤散布では、海塩を使用することができない。 純度が高すぎ、非常に早く誘拐するためである。このため、融雪剤で使用されるすべての塩は、被再生可能資源である、岩塩鉱から採取したものである。また、土壌中の塩の極度の集中は植物を殺してしまうため、運用者は融雪剤散布をできるだけ少なくするために不審している。その結果、道路保守当局は不要な散布を避けるために、 凍結予報局の先進的なネットワークを持っている。これにより塩の無駄遣いを減らすだけでなく、環境への影響や、交通遮断をできるだけ回避することができる。散布された塩は、最終的には洗い流されて失われるため、再利用や回収はできない。しかし不要性の砂は、そういう記者によって回収、リサイクルされ、新しい塩の結晶と混合され、 融雪剤散布で再利用される結局、運用者は多量の岩塩を定期的に購入しなければならない。ベルリンなどの世界のいくつかの地域では非常に危険な道路を除き、塩の散布は禁止されている。代わりに、いかなる融雪剤も混合されていない純粋な砂が散布されている。これは環境保護には貢献するが、散布車両の運行は よりたくさん必要となり、そのため労働力もより必要となる。また、散布される砂は不要性であるため、道端に蓄積しがちで、停留所でのバスの停車を難しくする。他の地域では、環境への影響がより小さく、金属構造体の腐食がより小さい、代替化学物質を使っている。アメリカ合衆国のオレゴン州では、塩化ナトリウムと、 分子構造が似ているが、より低反応性で、比較的安価な化学物質である塩化マグネシウムが使用されている。一方ニュージーランドでは、環境に有害な塩化物とイオンを両方避けることのできる、酢酸カルシウムマグネシウムが使用されている。尿素は、鉄や鉄鋼に全く反応しないため、釣り橋に散布するため使用されることがある。 ただし尿素は塩ほどの効果はなく、コストも7倍する。融雪剤のほとんどは、水和フェロシアン化ナトリウムと混合されている。それは、天然では無害だが、強力な太陽光の下で、光り返りし、猛毒化学物質であるシアン化水素を生成しうる。極地あるいは、温帯地域では、太陽光は、一般的にこれを生じさせるほど強力ではないが、シアン化合物が、 巨場や農場に入り込まないように、融雪剤倉庫は可能な限り水路から離れていなければならない。融雪剤散布車の追い越しは危険である。融雪剤は道路全体に散布されるため、その破片が道路のペイントワークや車の窓に損傷を与えることがある。また散布された潮によりオートガイは効果的な摩擦力が得られず、特に曲がり角では、 横滑りしてしまう可能性がある。融雪剤散布車は熱帯でも使われることもある。アスファルトで使用される歴性が溶けるほど気温が高くなった場合、路面と車のタイヤの間の保護層となるようにグリッドが散布される。一方、それは路面から歴性塗装されている骨材を剥離させ、路面に損傷を与えてしまう。ローラーを牽引するオーストリアの 圧雪板付き雪上車圧雪車は雪を取り除くのではなく平坦かつコンパクトにするために設計された機械である。初期の圧雪車は田舎の住民が彼らの家の近くの雪を圧縮するために使われていた。それはお牛が牽引する重いローラーでソリーヌの運行のため雪を圧縮して表面を平坦にした。発動機付き車両の発明により 行動上の圧雪車は除雪車や噴射式除雪車にとって変わられたが、スキー場での使用は残った。スキー、スノーボード、スノーモービルを含む様々なウィンタースポーツで要求される、平坦で安全な滑走面を維持するために使用される。圧雪車の基本型は20世紀を通してほとんど変化、せず、ほとんどはトラクターや、 雪上車に取り付けられた重いローラーを持ち、圧雪を要する場所で牽引されるが、近年では、ローラーの代わりに圧雪板を後部に取り付けて、踏み固める形式のものや、アイスバーン対策用に突起付き回転ローラー式、雪氷破砕装置と圧雪板を組み合わせたものが、使われることもある。1980年代、より先進的な電気システムが開発され、メーカーは、 様々な地形に対応した圧雪車を製造した。現代の多くの圧雪車は、スノーボードのハーフパイプやミニランプを作ることさえ可能である。圧雪車はまた人工降雪機とともに、スキー場全体に雪を散布するために使用される。一方で、圧雪車は、スキー場内の環境に影響を与える。圧雪は、雪の下の土壌から、栄養分と鉱物を取り去り、 圧雪者からの定期的な圧力は土壌の浸透率を増加させ姿水量を減少させる。これが土壌が水に浸る割合を増加させ浸食しやすくしてしまう。ジョン・エフ・ケネディ国際空港で作業中の融雪者。融雪者は雪をすくって車両後部の大きなタンクにある融雪穴に投入する。融雪穴の周囲には強力なバーナーで加熱された。 沸騰水で満たされた小さなタンクがある。バーナーからのガスで沸騰した水の一部が融雪穴にこぼれることによって雪を瞬時に溶かす。雪が溶かされてできた水は排水管から外部に放出される。札幌市で作業中の移動式融雪車融雪車は大きな水タンクとバーナーに必要な燃料タンクを運ばなくてはならないため他の陶器作業車両よりも 非常に大きく重くなる傾向がある。例えばある融雪車は全長約18メートルでセミトレーラーのトラクターユニットにより牽引される。また複雑な融雪プロセスのため融雪車は同等の除雪車や噴射式除雪車よりも処理能力はかなり低く最大級の融雪車は1時間あたり500トンの雪を 取り除くが、大型の噴射式除雪車なら1時間あたり5000トンの処理能力がある。しかし有雪車は有害な化学物質を散布しないため、有雪剤散布車よりも環境に優しい。路面上の汚染物質は有雪水から分離し、安全に処理することができる。さらに雪は溶けてしまうので、集めた雪を取り除くためのコストも削減できる。 他方、融雪には大量のエネルギーが必要であり、そのコストと環境への影響という問題を抱えている。融雪剤運搬用ホッパーを装備した除雪車、除雪トラックは、新雪の積もった道路を通行可能とするため、スノープラウを装着したトラックであり、融雪剤散布装置を併設している場合も多い。ほとんどの場合、除雪用プラウは、 液圧式駆動アームに装着され、雪を移動させるために、上げ下げされたり折り曲げたりされる。ほとんどの陶器作業車両は、常設のプラウ、または装着装置のプラウフレームのいずれかを持っている。イギリスの高速道路局の所有する車両の75%は、プラウを装着することのできる、プラウフレームを持っている。他にモーターグレーダー、ブルドーザー、バケットローダーなど、 通常の建設機械も使用される。除雪車の追い越しは危険である。除雪車がこれから通るレーンは、まだ完全に除雪されているわけではなく、またプラウの両側に相当量の雪のしぶきが発生し、視界が不明瞭になる。英語では、スノーブロワーと呼ばれ、稀にこれを直訳して、噴射式除雪車とも呼ばれる。ロータリー式除雪車は前方に備えられたオーガによって、 雪を切断し、最上部に取り付けられた通り雪等からそれを吹き出す。一般的にスノープラウよりはるかに深い雪を処理できる代わりにその速度は極めて遅い。また、除雪トラックでは雪を秋に押しのけることしかできず、路肩に雪が山積みになる上積み上げられる高さにも限度があるが、ロータリー車ではこれをより遠くに。 より高く積み上げたり、あるいはダンプトラックに積み込むことができる。これにより道路使用者が通行しやすくなり、道端に積み上げた雪壁が道路を塞ぐことを避けることができる。そういう汽車は、ブラシを使って、舗装道路上の薄い雪の層を取り除く。そういう汽車はまた、空港滑走路や、競馬場のような雪に非常に弱い場所で、大型車両が処理し、 損ねた残りの雪を取り除くためにも使用される。これは、除雪車や、噴射式除雪車のプラウや高速回転陣よりも、自由度の高いブラシが、地形によく順応することができるためである。ブラシはまた、信号機の前やトラム停留所でよく見られる、触覚タイルでも、繊細な表面を損傷することなく、そう雪することができる。 他の陶器作業車両とは異なり、そういう機車は圧雪はせず、荒さや摩擦の大きな表面は処理できない。しかし10センチ以下の雪を除雪したい場合は、そういう機車が最も効率的な手段である。これ以上の深さの積雪になると、ブラシつまりが発生する。ほとんどのそういう機車は15センチ以上の雪を除雪することはできない。 より先進的なジェット式総雪車もある。ブラシの直後に空気噴射式除雪機が取り付けられていて、舗装道路上にあるブラシで吐かれた雪を吹き飛ばし、雪の定着を防ぐ。函館式業局交通部では、路面電車の軌道の除雪に、軌道除雪車を用いている。トラックの前面に、サさラ電車と同じような回転式ブラシを取り付けた構造をしている。 ササラトラックは業務委託を受けた民間業者が運用し除雪作業を行う。近年ではササラ電車よりもササラトラックが出動する割合が高い。ササラ電車は駒場車庫内の除雪を主に担い、出動するのは雪が多い日に限られる。米航空宇宙局の表面摩擦試験機構部に特殊車輪が見える。 表面摩擦試験機は車両の後部車軸に取り付けられた液圧システムに装着された小さな5番目の車輪で道路の滑りやすさを測定するために使用される。自由に回転することができるその車輪は地表でわずかに片揺れし部分的にスライドする。その車輪の車軸に取り付けられたセンサーは車輪の回転により生まれるトルクを測定する。 ことによって、車両と歩道の間の摩擦を計算する。表面摩擦試験機は、空港や主要道路で、氷結の前、または除雪の後に使用される。表面摩擦データは制御室に送られ、除雪計画の策定に使用される。表面摩擦試験機は、降雨の前に、路面の雨による影響をシミュレートするため、水噴霧システムを備えていることが多い。 通常センサーは他の同期作業設備で使われるような大きなトラックではなく小型のコンパクトカー、ステーションワゴン、あるいは小型トレーラーに取り付けられる。これは表面摩擦検査機は軽い車両に取り付けられた場合に最もよく動作するためである。ありがとうございます。